大石のるの健康相談今日は介護保険です介護保険制度は40歳以上の全ての人が加入する公的保険制度です65歳以上の人は疾病にかかわらず介護が必要になった場合に受けられます 40から64歳の人は特定疾病によって介護が必要になった場合に受けられます介護が必要になったら住んでいる市区町村の介護保険の窓口に要介護認定の申請をします自宅に調査員が来て 調査します主治医の意見書と合わせて介護認定審査会で決定されます結果は被害等養子援1または2養介護1から5のどれかになります養子援では 介護予防給付を受けられます。要介護では介護給付を受けられます利用者負担は原則として費用の1割ですが施設サービスを利用する場合はホテルコストなども自己負担となりますケアマネージャー に相談するとケアプランを作ってもらえます。